皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、ほのかちゃんの357ステージ攻略いってみましょう。さあ、今夜ご飯食べたばっかりでお腹いっぱいですね。今日は何ですか？そう、何でしたっけ？今日は今日の夜ご飯はタケノコを炒めたものと、あとしいたけを炒めたもの、牛カルビです。わ、これで、これもう一段下に下げたい。ちょっともう一段下がらないですかね。一段、どうしますか。これ下がりますね。一段、よし、これでこのラインでいけばカーンできるでしょ。おお、すごい。これ左上と右上どうやって消すんですかね。その辺がちょっとわかんない。特殊ジュエル組み合わせるってことですか。運要素が必要ですか、これもしかして。この辺ちょっとわかんないっすね。さあ、特殊ジュエル作らないといけないってことですかね、多分。でも相当消しづらいですね。消し方がよくわかんない。まあ下の青も消しておきたい。それか、なんか星作って、あれしますかね。わあ、微妙。赤、青、ほい。ずれますね。ああ、これでまあ青は消しておきますか。まあ、あとは運次第みたいな感じですか。運が良ければ消せますよみたいな。消せない。さあ、でもここ持ってきてもあれでしょう。そうですよね。わあ、落ちちゃった。お、星ができた。ちょっと待って。これ特殊ジュエルでしょ、やっぱり、組み合わせるなら。わあ、そっち行っちゃった。困りましたね。お、これでこうして、またさらに星ができそうな配置してますけど。はい、どっち、ああ、そっちから流れてくる。おお、あ、すごい。あそこの黄色壊したらいける。ちょっと待って、さっきからなんかずっと待ってもらってますけど。あ、これで、はい、どうでしょう、いけましたか。おお、いけました。ありがとうございます。いや、やっぱいいですね、星と組み合わせるの。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画をお出ししておりますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。